Before we begin, don't forget to subscribe, follow us on social media, and become a patron, which helps produce these animations for you guys. お前の心を俺の心に刻もう。貴様の息の根を止めるまで。うわー、すごいね、面白い。この傷とともに さすがだ。やつはまだ全然本気じゃねえのに、スピードも技もオラを超えてやがる。貴様らに今日を生きる資格はない。俺の名を言ってみろ。お前はよ、自分の強さに自信がありすぎるんだ。そのせいで隙だらけなんだよ。お前はもう死んでいる。何？ほじる力を。なんだってんだよ。こっちには作戦があんだ。倒せんぞ。お前もまさしく。なんてスピードだ。まったく何も見えなかった。飛行は外してよ。お前ごときに俺の拳を使いたくなかった。20倍の海王拳は無理があった。
俺より強い奴はいない。だがあんたの死の痛みは一生残る。もうダメだ。貴様の命は藤田、おめえならあいつらのこと詳しいだろ。なんかいい方法はねえのか。言ったはずだカカロット。やつらは力はないが不思議な術を使う。ベジータはオラと戦う約束をしたんだ。邪魔すんなよ。こうなったら醜くて嫌だが最後の手段だ。大猿に変身してぶっ潰してやる。本当か。また戦えてえな。トッポ、ジャスティス。貴様らは家に帰ってのんびりミルクでも飲んでやがれ。正義は不滅だ。失せろ。俺一人で十分だ。貴様らを葬り去ることぐらいはな。貴様、でもジレン中トップより強いやつがいるみてえだぞ。カカロット、ではその前にこれだけは聞いておきたい。俺の邪魔をせんようにな。ベジータ、オラおめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。カカロット、俺はベジータだ。俺に指図するな。俺は昔の俺に戻りたかったんだ。よし、そして生きている全てのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ元気を分けてくれ。頼む。絶体絶命、オザルと化したベジータを前に元気玉を出すことができるか。悟空、たった10秒だけでいいんだ。集中する時間をくれー。